ナルト激闘忍者対戦4。任務のルールおまけコンピュー練習、ナルトの世界を楽しんでね。ガンナロよっしゃー、俺が中忍になる時がやっと来たってばよ。こらこら、あまりはしゃぐな、ナルト。今回の中忍試験はお前一人が頑張ったって意味がないんだぞ。え、どういうこと？ちょっとナルト、まさかあんた本当に何も知らないんじゃないでしょうね。にゃ、うっすらトンカチ。はあ、ナルト、お前そういうところだけは相変わらずだな。いいか、今回の中忍試験は全てスリーマンセル方式、つまり3人1組でのチーム戦なんだ。だからみんなで力を合わせないと勝ち残ることはできないぞ。なんだ、そんなら心配ないってばよ。俺たちってばすんげーチームワークいいんだから。よし、それじゃあお前たちのチームワークがどれほどのものか見せてもらおうかな。おお、俺たちの実力見てびっくりすんなよ。お願いします、イルカ先生。よし、これからスリーマンセルについて説明するぞ。まずはスリーマンセルの基本である仲間との交代だ。交代はチャクラを消費して戦っているキャラクターと待機しているキャラクターとの入れ替えることだ。よし、やってみろ。はじめ。全員成功。お前たち、しかも待機中のキャラクターは少しずつ体力とチャクラが回復していくから、体力やチャクラが減ってピンチの時は無理せず交代するんだぞ。次は連弾交代だ。連弾交代とはチャクラを消費して戦闘中のキャラクターが相手にダメージを与えている時に待機しているキャラクターと交代することだ。相手のダメージ中に交代するからさらなる連弾につないだりすることも可能だぞ。よし、やってみろ。はじめ。全員成功。お前たち、次はダメージ交代についてだ。ダメージ交代とはチャクラを大幅に使用して戦闘中のキャラクターがダメージを受けている時に待機しているキャラクターと交代することだ。相手の連続技で大ダメージを受けそうな時などに有効だぞ。よし、やってみろ。はじめ。よし、成功。いい感じだぞ。次は合体奥義について説明するぞ。合体奥義はチーム全員のチャクラが満タンの状態で発動することができるんだ。ただしチームメイトが一人でも欠けていると使用することができないぞ。よし、やってみろ。はじめ。かけ直し、豪華球の術、任せて。ナルトよ、ガッテンガン。お前たち、修行の成果見せてもらうぞ。
いざ尋常に。よっとよっと。始め。うっ。うっ。うっ。影分身の術。うっ。うっ。うっ。ナルト連弾。ああ。しかし。ああ。うっ。うっ。うっ。くぜ。カトン合格の術はっていっうっカブどうだゆいカトン合格の術はっているかはっカトン合格の術はっやるぞカトン合格の術任せて行くなるわよ勝負はまあまあだな勝者歯応えがねえねえ俺は絶対おかげになるすごいじゃないかお前たちこのスリーマンセルはもうバッチリだなねえねえだから言った通りでしょ俺たちってばすんげえチームワークいいってさスリーマンセルルールって言っても案外簡単なのねこらこらお前たちはすぐに調子に乗るいくらルールを覚えたって言っても実戦は練習みたいにはうまくいかないんだぞその時の状況に合わせて臨機応変にだな分かってるってイルカ先生俺たちだっていつまでもアカデミーの生徒じゃないんだぜいくつも任務こなしてる一人前の忍者なんだからそうだなお前たちももう立派な忍びだったなよしナルト、サスケ、サクラ頑張れよ。わあ、絶対中忍試験に合格してやるってばよ。頑張ろうね、サスケくん。ああ。